ABC ABC おはみーみきでーす。はい、本日の愛車紹介はこちら、マツダオートダム AZ1 紹介していきたいと思います。オープニングのもう最初のやつはちょっと ABC トリオをイメージして入場してみましたはい、今回も楽しくお車紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。 ABC ABC GO。今回の AZ1 の年式が、平成4年式1992年式になります。 AZ1 自体が、1992年から、94年まで販売されたお車です。で、スズキでね、OEM でキャラっていうね車もあります。今回の AZ1 のねオーナーさんがマシュンさんです。おはういです。おはういです。今回はありがとうございます。はい、じゃあねマシュンさんにいろいろインタビューしていこうって思います。はい、AZ1 のこの、ボンネットはこれ純正ですか？これは社外品のアウトジアーノです。はい、アウトジアーズですね耳の老化が進んでおりますウィキチャンネル、雰囲気的にもそうなんやけれども、鈴木のさん丸めのねアルトワークスとちょっとお顔が似とるなってウィキさん思いました。このねバンパーなんやけれども、マツスピのね、はい、マツダスピードのバンパーがついております。そうです。はい、で、AZ1 自体が特別仕様車っていうのがあって、ノーマルの、車体と、あとはマツダスピードっていうね特別仕様車があって、エアロパーツとかがついた分とか、あとは、M2 とかロードスターにも M2 っていうのあるんやけど、タイプ L でしたっけ、タイプ L っていうね、特別仕様車があったりとか、なんかね AZ1 だけでもなんか特別仕様車のなんか種類がね何種類かある。あ、ちなみにマシュンさん、オーナー歴は何年ですか？13年目です。10年超えちゃってる。結構長いパートナーですね。そうですね。AZ1 の前何か乗られてたんですか？ AZ1 の前はもういろいろと、そうですね、スカイラインとか、ワンエティとか。おお。お、ということはちょっと走る系がちょっと好きなね、はい、オーナーさんですね。大好きです。大好きです。ビビッと点灯式を行いたいと思います。マシュンさんお願いします。ぽやん。そしてヘッドライトオーン。どんな感じですか？あ、明るいですね。これ LED ですか？普通の H4。 普通の、純正でこの明るさなんですか？良いですね。なんかハロゲンかと思ったら意外と明るいやつなんですね。おお、はい、それではハザードお願いします。おお、なんか可愛いっていうよりも見た目可愛いんですよ。見た目可愛いけどライトとかオンにしたらなんか山にいそうな雰囲気すごい漂ってくるね。一気に走り屋感が増します。早速、ボンネットを開けていきたいと思います。ピカン目が残っとる。怖い、なんかあ、ここの目の下の部、目っていうかヘッドライトの下の部分って、これは自作ですか、それか何か社外パーツですか？自作のカーボンシート貼ってます。はい、
自作でいろいろされますね。器用ですね。はい。あ、ジャッキがね、ある。あ、そう、エンジンがね、後ろにあるけん、フロントはね、こんな感じ、何もエンジン乗ってないで、そう、これ、ここの部分なんやけれども、なんかさ、スペアタイヤがもうあたかもあるかのような見た目に見えるけれども、当時、衝突テストの段階で、ちょっとここにね、タイヤがあるのは危ないっていうことになって、でね、実は純正のね、このスペアタイヤとかは、運転席のね、後ろにあったりとかするみたいで、まあ、こういうデザインやけど、これの下にはね、ラジエーターがあります。ビビッと。オーナー様からね、のリクエストがあって、今からね、サインを書いていきたいと思います。いいんですか？書きますよ。体勢がすごい。はい、マシューさん、愛車紹介、令和4年2月26日。ダンキュー、ウィキ。ああ、ちょっと大切なお車にちょっとサインするっていうのが、ウィキはちょっと初めてで、動揺が隠せませんが、はい、書いちゃいました。いや、そう言っていただけて、びっくりしました。グッドでーす。エンジンをね、移していきたいと思いまーす。で、まあ、エンジンが、トランクにあるわけないけれども、なんとね、マシュンさんが、自作でね、車内からも、エンジンルームが見えるように、ここをね、アクリル板で、作られております。せっかくやけん、近くで映していきたいと思いまーす。じゃんじゃじゃーん。はい。マツダ愛が溢れる。はい。こちらもね、アクリル板の下にもね、マツダスピードのバッジがあったりとかして、すごくない？映っちゃいますよー。じゃーん。すごっ。めっちゃメカメカしいよ、車内が。いやー、おしゃれやし、かっこいいし、ちょっとずるすぎない？これちょっと。はーい。やばいねー。はい。興奮が止まりません。ビビッと。お願いしまーす。オープン。はーい、こんな感じでーす。見て見て見て。すごい、なんかビートよりも、なんかエンジンルーム見えやすいよね。ビート全然エンジンルームがちょっと奥の方にあって見えづらかったけれども。はーい、こんな感じでーす。見て。地面が見える、ここから。はい、そして、エンジンが、F6A のエンジンです。スズキのアルトワークスと同じエンジンが乗ってます。直列3気筒の DOHC です。はい。ターボですよ。もうね、走ったらね、マジで楽しいと思う。で、まあ、見た目もコンパクトやし、なんとね、ボディが、FRP で、できてますんで、すごい軽量化されとって、なんとね、車体自体が、720キロっていうね、ボディになっております。はい、じゃあ早速ね、みんななんかもうね、エンジンの音聞きたくてたまらんやろ。早速ちょっとエンジンをかけてもらいたいと思います。マシューさん、お願いします。走りよってやばいよね。何本でも走りたくなっちゃうよね、これね。1本じゃ物足り、もう3本4本5本ってね、山を走りたくなるようなこの音、グッドでーす。あ、マフラーのメーカーお伺いしていいですか？ J-WORKS の風神マフラー。あ、風神マフラー。あ、風神大臣さんの風神かな。窓にもね、ちょっとステッカーがあったけん、後で写していきたいと思います。ウィキチャンネル。Thank you.
マシュンさん、こちらはね、はい、定番のハヤシーのホイールですね。林ストリートです。はい、ハヤシーストリート。ハヤシーとか当時のなんか渡辺とかさ、ね、あの90年代とか、まあ、旧車は、まあ、それ、ま、それより前の旧車もそうなんやけれども、結構ね定番ホイールで人気が高いホイールですね。そうですね、はい。近くで見るとこんな感じです。おろろろろろ、鍵穴がこんなところにある。面白いね。あら、ここもへこんどるね。何か仕掛けがありそう。あ、ここはね、なんかあれやね、あのスーパーカーとか、なんかフェラーリとかさ、こういうなんかデザインじゃなかったっけ。あ、ちょっとビートとも似とるよ。隣にビートあるけど、ビートとも似とるよ。はい、ビビッと。もう後ろから見るとね、こうね、スパンってね、こう切られたみたいな感じのねデザインです。なんかあんまりさ、なんかロードスターもね、後ろ映っとうけどさ、ロードスターも、まあビートも、あとはまあカプチーノとか、まあ二人乗りのツーシーターのね、当時の車とかは見た目がまあちょっと後ろがねポテって丸っこいのが多いんやけれども、 AZ トーンはね、なんとね、シュパンってね感じのねデザインです。まあ、こういうね、なんかちょっと特徴的なさ、なんかパーツとかが多いけん、まあ、結構ね、コアなあのファンとかも多そうやね、AZ1 ってね。はい、で、AZ1 といえば、ガルウィング。はい、ということで、マシュンさんに鍵をお借りして、ウィキが開けていきたいと思います。なんとなんと、この鍵のね、真ん中の部分がちょっと山っぽいね、なんかマークなんやけど、これがね、なんかオートザムのマークらしい。そしてなんかめっちゃ不思議な感じするんやけど、あ、ほんとだ、ドアノブみたいのがこん中にある。開けちゃいます。あー、開いた、開いた。わー、謎のドヤ顔。うわー、開いちゃいました。 あ、すごい、結構上まで伸びる。はい、こんな感じです。なんかさ、ガルウィングってさ、ドア開けるときに横の幅を取るってさ、いう、まあ、イメージがあるかもしれんのやけれども、なんとね、駐車場を止めるときも、ここのね、横が32センチあったら、ね、ドアをね、普通に開け閉め、隣に車止まっとってもできるみたいで、ここのドア開けたところの、まあ、最上高っていうかね、この高さ、あ、ここかな、植木さん167センチです。この100、純正の車高で、ドアが開いたら、一番上のね、高さが170センチになるそうです。はい、運転席、助手席、両方開けると、こんな感じです。今にも羽ばたきそうな、このデザイン、めちゃくちゃ可愛いね。天使の羽が生えました。ビビッと。はい、それでは車内にお邪魔したいと思います。マシュンさん、お邪魔します。靴は履いてますか？あ、ありがとうございます。いや、それでね、座る前になんやけど、ここがね、結構高さがある。で、なんかネットとかで調べた情報なんやけれども、なんかスカートとかで乗るのはもうなんかちょっと要注意っていうレベルで、ここの結構差があるということで、座っていきます。わあ、なんかコツとかないですか？あ、普通に座れますか？あ、普通に。おお。あ、そう。あ。あ、はい。わあ、ちょっと新しいよ、このなんか居心地とか。あ、でもなんか居心地がいいです、とても。しまえばね。はい。
あのね、ズボン推奨で、AZ 界隈であるあるのネタみたいなんやけれども、このね、ウインカーかな、こっち乗り降りするときにズボンの裾が引っかかったりとかして、このね、ウインカーがよくなんか折れてしまうっていうのがあるあるみたいやけん、乗り降りする際はぜひ気をつけてください。このね、シートなんやけれども、このね、なんか G パンみたいな、色味で、で、まあ、この真ん中が赤なんやけれども、これがね、純正のシートみたい。ウィキチャンネル。それとそれは、はい、AZ 界の長老っていう人が前からもらったもの。あ、そうなんですね。あ、これですね。ちなみに AZ 界の長老はおいくつなんですか？還暦。還暦長老。おお、グッドですね。愛情がすごいですね。AZ への、ね、愛情が。そして、運転席のシートが、まあ、前後動かせるんやけれども、助手席が固定。もうここから前も後ろもいかんし、前後倒せたりもせんし、ここね、固定です。助手席が。はい。ビビッと。マツダのオートザム AZ1 の紹介でした。もうね、内外装をそれだけじゃなくって、エンジンルームとかもね、普通の AZ1 と違って、マシュンさんがね、オリジナルで制作した、ちょっと車内から見える、いいね、アクリル板とかもね、見て、ウィキさんは、ウキウキが止まりませんでした。はい。じゃあ、最後に、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンと、そして、チャンネル登録、よろしくお願いします。感想のコメント、たくさん待ってるよ。それではまた次の動画で会いましょう。お続きでした。じゃなくて、動画は、終わりません。はい、今から、マシューさん、オーナー様のご好意で運転させてもらえることになりました。まだお続きじゃないよ。動画は続きます。はい、それではオーナー様のご好意で運転させてもらえることになりました。ありがとうございます。ちょっと今日は花粉が強めですね。じゃあ、ちょっと早速ドア閉めていきます。よいしょよいしょ。バフンと。バフン。よし。こうして。あー、ワクワクしますね。天井が近いです。行きます。おお。おもすてですか？あ、そうです。ああ、そうなんですね。何もないよ。ちょっとカメラの向こうですごい絵になってますけど。あ、おもすてでもなければ。おお。カーウィンドウもない。本当ですね。ちょっとすでに楽しい。あ、楽しい。ワクワクしますね。
すいません、ありがとうございます。よいしょ。アクセル何ですか。もうちょっとブイブイ走りたいですね。よいしょ、よいしょ、行っちゃいます。なんかすぐクラッチが軽自動車からつながりますね。あ、ロードスタッフ会見ですね。そうなんですよ。言い表すならですね。はい、なんかちょっとまたビートと違ったような、なんか乗り心地ですね。これはどう違うんやろ。なんかすごいなんか力強さがありますね、こっちの方が。ターボの違いですね。あー、でしょうね。あ、そうそう、なんかハンドルが2回転半しか回らないということで。2.2回、ね、2.2 回しか回らないということで。こっちやったっけ、あ、どっちやったっけ、こっちやったっけ、こっちやったっけ。すいません、道が。どうぞどうぞ。どっちやったっけ。後ろのカメラの数が半端ないです。これは、すいません、私ちなみにどこ走ってるか分かってないです、これ。